月面で見られる昇降下。バズオルドリンの影の周囲が再起反射性の強い月の表面における昇降下によって明るくなっているのがわかる。昇降下とは、荒い表面や多数の粒子に覆われた天体が観測者の真後ろから照らされた時に明るさが増す現象のことである。英語では、オポジションエフェクト、オポジションスパイクとも呼ばれる。また、この分野における 研究の先駆者であった、フーゴフォンゼイリガーから、ゼイリガー効果と呼ばれることもある。この用語は主に天文学の分野で広く使われており、一般に、惑星や衛星、水星などの天体を観測する、位相角がゼロに近づいた際に、明るさが急激かつ顕著に上昇する現象を指す。月や火星などが、小の位置にある時の反射光が、単純に、 ランバート反射を仮定した場合に予測される明るさよりも著しく明るく見えることからこの名前で呼ばれている。満月がとりわけ明るく見えるのも小効果による増光が部分的に寄与している。この観測的現象の背後にある物理的機構としては影が隠される効果と干渉性広報散乱の二つが提案されているが詳細についてはまだ完全には 理解されていない。位相角は観測者と観測対象の天体、そして光源の三つがなす角によって定義される。太陽系内の場合、光源は太陽であり、観測者は多くの場合は地球にいる。位相角がゼロの時は観測対象に対して観測者の真後ろから太陽光が当たっており、天体の前面が照らされている状態である。天体が 太陽から照らされる位相角が減少すると天体の明るさは急速に増加する。これは主に観測者から見て太陽光に照らされている面積が増加することによるものだが照らされている部分の本質的な明るさの変化も部分的に寄与している。これは天体からの反射光を観測する角度の違いなどの要因によって影響を受ける。この効果により 満月と半月では太陽光に照らされている面積は正確に2倍しか違わないにもかかわらず満月の明るさは半月の2倍を大きく超える小効果が起きる原因の一つと考えられているのが影が隠される効果である物体表面の反射光の角度が入射光の角度に近いとき一般に本質的な明るさは最大になる位相角がゼロの場合 すべての影は消え去り天体表面は完全に照らされている状態になる。位相角がゼロに近づくにつれて見かけの明るさが急激に上昇し、この増光が小効果として観測される。この効果は太陽系内の大気を持たずレゴリスに覆われた天体において特に顕著に現れる。この効果の主要な原因は他の入射角で太陽光が当たっている時には観測者からは 影として見えていたであろう。最高や穴が観測者のほぼ真後ろからの太陽光が当たっている状態では照らされて明るく見えるようになることである。一般にこの効果は位相角がゼロに近い非常に狭い範囲でのみ発生する。表面での反射特性が定量的に判明している天体の場合、小効果による造光の大きさやその位相角依存性はヘイプキパラメーターズと呼ばれる。 反射特性を表したパラメータのうち二つを使って記述できる。この説明は、もともとは土星が小に近い時に土星の缶がとりわけ明るく見える現象を説明するために八百八十七年にフーゴフォン・ゼイリガーによって初めて提案されたものである。土星の缶など惑星の缶の場合は位相角が小さい時には缶の粒子の影が見えなくなることによって 明るさが増し、小効果として観測される。小効果のもう一つの原因として提案されているのが、干渉性広報散乱である。天体表面にある粒子などの散乱体のサイズが、入射口の波長と同程度であり、かつ散乱を起こす粒子の間隔が波長よりも大きい場合、狭い層角の範囲内で反射光が増幅される。これが、 干渉性後方散乱と呼ばれる現象である。明るさの増加は反射光の波の位相が揃うことで強め合うことによって発生する。干渉性後方散乱はレーダー観測でも確認されている。特に土星探査機カッシーニによるタイタンの波長2.2センチメートルのマイクロ波でのレーダー観測ではこの波長でのアルベドが大きいことが分かっており、これを説明するには 強い干渉性広報散乱が必要であると考えられている。電波での干渉性広報散乱については多くの観測例があり、理論モデルも構築されている。2006年に小惑星ベスタとの位相角が0.1度と非常に小さくなり、JAXA や国立天文台の研究者、アマチュア天文家も含めた昇降下の観測が行われた。 ベスタの位相角が0.1度程度にまで小さくなるのはおよそ100年に1回程度であり、天体観測が光電的に記録されるようになって以降は初めてであった。この観測ではベスタ表面が急激に明るくなる現象が初めて明確に捉えられ、ベスタ表面も小効果を示すことが明らかになった。この結果は2014年に 日本天文学会のオーブン研究報告で発表された。この観測では、ベスタで起きている小効果の原因が干渉性候補を散乱であることが突き止められ、多重散乱を起こし、ある程度透明で反射率の高い物質が表層に存在することが示唆された。小効果の原因としては、蒸気の2つの効果が挙げられているが、 必ずしもどちらか片方のみが発生しているとは限らず両方の機構が同時に働いている可能性も考えられる。どちらの気候が小効果に対してより重要であるかは天体表層の空撃率、平均自由工程、単一の粒子のアルベドなどの物理的特徴に依存する。双方の効果でどれほどの小効果による増高が期待されるかは 理論的には予測できていない。昇降下が初めて報告されたのは土星の間の明るさの変化においてであり、これは100年以上前の1887年にまで遡る。天体の表面における昇降下が初めて確認されたのは1955年に天文学者トム・ゲーレルスが小惑星マッサリアを観測した時である。彼は まっさりあの位相角が0度20度になるまでの明るさの変化を観測した。その結果、位相角が7度から20度の間は、明るさの変化は1度あたり0.03、等級だったが、位相角が7度よりも小さい時は、明るさの変化割合がそれより大きくなることが判明した。ゲーレルスラによる後の研究では、この効果は月の明るさの変化でも見られることが示されている。 ゲーレルスはこの現象に対して、昇降果という新しい用語を与えたが、今日では、オポジションサージュという用語の方が広く使用されている。ゲーレルスの初期の研究以降、昇降果は、太陽系内の大気を持たない天体で検出されている。一定量の大気を持った天体においては、昇降果による増降は発見されていない。すべての大気を持たない天体が顕著な昇降果を、 示すとは限らず、反射率の高いガリレオ衛星やいくつかの小惑星、月や火星などで、小効果が検出されている。月における、小効果の観測では、位相角が4度から0度にかけて、明るさが40%あまり変化することが、示されている。また、比較的滑らかな表面を持つ月の海の領域より、荒い表面を持つ高原地域の方が、 小効果による明るさの増加が大きいことも判明している。この観測では小効果の大きさは波長にはあまり依存しないことが分かっており0.41メートルでの増高は 1.00m より3から4%大きいのみであった。この結果は月の表面で発生している小効果は干渉性候補を段よりも影が隠されている効果の方が寄与が大きいことを示唆している。 小効果が位相角が非常に小さくゼロに近い場合に顕著に現れるが地上から観測する場合は特定の天体がそのような位置関係になるタイミングは極めて限られている。しかし探査機による観測の場合は太陽を背にすることで比較的容易に低位相角からの観測が可能となり小効果の観測を行うことができる。例えば小惑星探査機ハヤブサは 太陽を背にして低位相角から糸川表面の観測を行うことで小効果を検出している。この観測では糸川表面にできたハヤブサの影の周囲が別の場所よりも明確に明るくなっていることがわかる。レゴリスに覆われた表面で小効果が顕著に現れることは知られていたが糸川の観測では レゴリスに覆われていない岩石の表面でも小効果が見られることが分かっている。この理由についてはまだ明らかになっていない。また、ハヤブサの後継機であるハヤブサ2によるリュウグウの観測でも小効果が見られている。小効果の影響により地球近傍天体のうち半数以上は前天の3.8%太陽の反対方向の22.5度の範囲内で 発見されている。また、大部分は、全天の15%、太陽の反対方向の45度の範囲内で、発見されている。小効果は、地球近傍小惑星の検出にも影響を及ぼす。小効果により、天体との位相角が非常に小さいときは、天体の明るさは著しく大きくなる。そのため、地球から見て、太陽のちょうど反対方向にある。 小惑星は別の位相角にいる同程度の小惑星よりも明るく見えることになる。この影響により地球近傍天体は半数以上が太陽とは反対方向の空のごく狭い領域で発見されている。ありがとうございます。